でも、僕の場合は、はい、これが原動力にもなったりするんですよね、やらなきゃって、全然勝ってねえじゃんって、っていうので、まあ良し悪しなのかなと思うんですけど、自尊心が低いと、はい、多分行動に移せなくなるみたいな話ですよね。あ、っていうのもあります、はい、だからこうストレス溜めていくみたいな、自尊心が低い人は何かやったら失敗するんじゃないかと思って、はい、なかなか前に踏み出せないみたいな、そういうことも書いてありましたね、だから結局自尊心っていうのは、その要は成功しないとかっていうのには関係してないって話ですもんね、自尊心を高めればいいって話じゃなくて、ないって話ですもんね、結果ですよね、自尊心が高い低いかは、はいはい、これまでの結果で高い低いが出てて、で、まあ、ただそこでストレスを抱えたりとかだったら解消した方がいいんじゃないの、あ、気持ちよく過ごすとかね、気持ちよく過ごすとか、はい、まあ、それによってストレスを抱えて悩んじゃうみたいなね、でそれも意味がないよって話じゃないですか、高めるのは自尊心が高い方がいいよねって、高めるのは意味ないけど低めるのも意味がない、でも僕はもう、僕は思っちゃうのはしょうがないんですよね、だからそこを解消するのは意味あるって話じゃないですか、あ、ストレスを抱えないために、あ、なるほど、じゃあ僕が思ったのは、自尊心を高めようっていう行動、自尊心を高めるにはみたいなのって、結局はその成果だって話じゃないですか、自尊心が高いのは、高いのは、だとすると成果を上げよう、そう、結局は成果を上げるしかないんだねだとその自尊心だけを高めるワークみたいなのって意味ないじゃんって話ですよね、それは斉藤ひとりさんとかそういうやつあ、そうそう、要は一時的な麻薬としては、はい、いいと思うんですよ、だからさっきの図の左下とかの人、はい、もう落ちてる人はいいんじゃないかな、あ、要はまず一旦どこかに上がって、苦しい状態じゃないですか、 あれはね、苦しいよ、苦しい状態は解消した方がいいかな、はい、はい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 、だからよくその自己肯定感を高めようとかっていうのは、右上を目指すのは違うんじゃないですかねっていう、はい、要は、そうか、別に自己肯定感が高くなくても、いいっていう言い方はあれですけど、人それぞれでいいっていうことですよね、自己肯定感はだから自分を肯定するじゃないですか、できるできない関係ないですもんね、だから結局は成果だって話ですもんね、あ、自尊心違う、自己肯定は失敗してもいいんですよっていうのが自己肯定じゃないですか、失敗してもまあいいやって思える、世の中って自己肯定感を持とうっていう言葉で苦しくなる人もいるんじゃないのと思ってるんです、いや、それが正解ってされると、で僕は今違ったら言ってくださいね、自己肯定感を高めようが正解ではないっていうふうに受け止めてるんです、正解ではないですっていうことでいいですよね、多分でも自己肯定感が低いのはもう正解ではない、あ、っていうと全部正解ではなく、全部正解ではないイコール全部正解か、まあ要は僕の感覚的にはストレス抱えるのは意味ないよねって話なんですよ、自己肯定感が高くても低くてもストレス抱えてなければまあそれはそれでいいんじゃないかな、あ、で僕が今思ったのは、ストレス抱えてても、そのストレスが原動力になるならそのストレスの解消は必要じゃないですか、動けなくなるのはね、苦しい、辛い、生きづらいとかっていう人たち、はい、まあ自尊心が低くて、っていう人たちは、まあ、鬱とかならないためにもストレスを解消する必要はあるじゃないですか、あ、動けない人たちはね、はい、とかこう病的な人たち、引きこもりとか、でそこでダメだ、いい悪いの話をするじゃないですか、そのいい悪いではないって話ですよね、自己肯定感、自尊心が低いからダメだ、はい、じゃなくて自尊心が低くてストレス抱えてるってだけの話じゃないですか、ストレスを抱えないように、まあ、こう実際見たらそんなに何もできてないことなんかないでしょって、って話じゃないですか、そしたらパッとこう苦しさは解消されるかもしれないぐらいので、こう右上を目指すみたいな、そこは違う気はするんですよ、そうですよね、結果日本語って難しいですね、日本語というか、まあ、違う、あ、そう、概念ですよ、はい、いいっていう言葉が難しいなと思っただけです、フラットのいいとグッドのいいがあるじゃないですか、ちょっとその辺の差異が、はい、で僕はどうしてもその
自尊心が低いのかな、なんか何かは低いんですよ、何かは低くて不安定なんだけど、うん、それがねダメって言われると、うん、ダメってなんだよが出てくるんですよ。ダメって言われて苦しいのは自尊心が低いからみたいなところじゃないですか。ダメって言われて苦しいのは、うん、自尊心が低いからやっぱりダメなんだ。あ、僕今逆に潜在的自尊心が高いからだろうなと思ったんですね。高いというと、あ、ダメって言われるとダメってなんだよが出てくるんですね、うん、おめえダメって言うなよっていうのが出てくるんですよ。言うなよまた違う。例えば高かったら気にならないんじゃないですかね、うん、高かったら気にならない、うん、自尊心が高かったら、うん、はい、自尊心低いのダメだよねって言われてもそうだよねって多分過ぎちゃう。低いっていう実感があるから低いのダメだよねって言うとダメ出しされたって感じになって低いってなんだよ、あーそういう捉え方ねってなるんじゃないかなって。僕の叫びの中では、うん、あー本当ね、自分がダメだって思ってるからダメに反応するしてるんじゃないかな。お前がダメだろうになるんですね。お前がダメだろうとは言ってないじゃないですか。二等兵が自尊心低くてダメだよねとは言ってないですよね、うん、自尊心低いのはダメだよねって言ってるのを、はい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 、あ、見えてきましたね。自分自尊心低いって思ってるからそれが自分に刺さってくるわけじゃないですか。なるほどなるほど、はい、それで怒るわけか、はい、なるほど。でも僕このね、うん、なんかその部分は、うん、僕の中では生きる原動力にもなっていて、うんうん、ダメが、そう、自分このままではダメ、うんうんうん、なんて言うんだろう、何かしなきゃになるんですね、うんうんうん、要はその僕はその生きる原動力とかはまあいいとして、うん、ストレスを抱えすぎない方がいいんじゃないかな。でも過度なストレスは、うん、僕はあった方がいいだろうと思ってるんです。うつとかなるじゃないですか。三島由紀夫は言いますよ、うん、また言いますけど死ぬんじゃないですか。若者の幸せは怠惰であると、はい、うんうん、そうだなって思うんですね。怠惰ですよ。若者が幸せっていうのは怠惰だと、うん、あー違うです。僕の中でそれは結構しっくりくるんです。幸せ自体、怠惰自体が幸せですよっていうところで、はい、要はその一方的なものがいいってされると、うんうん、でもまあそれも一方的なものをいいってしてる、あ、うん、っていうのは、はいはい、この辺この辺この辺もあります、はい、だから自分の価値観のいい、そうで、ですよね。そうだから言いたかったのはそこなんですよ、うん、要はあの一方的に何かが ダメとかいいとかって言われると、うん、違うんじゃないのっていうのは出てくるんですね。それは自分の価値観と合ってないってだけの話じゃないですか。うん、うん、そうです、はい、っていう今のやつは何ですか、うん、僕は、まあ、要は病むんだったら病まない方がいいよねぐらいの感じ、うん、僕病んでる今あのそのさっきから言ってるのは、はい、病むレベル、あのそのそれがこうなんかモチベーションにつながってレベルはまあ別に否定はしないけど、はい、ストレスかかんで病んで鬱になって自殺しちゃったりする人いるじゃないですか。ないですね、そういう人たちはだからその辺解消した方がいいんじゃないのって話を多分してる、はい、でこの本はそういうパーソナリティがいるよっていう話ですね、はいはい、うん、自己需要だと自分の能力を資産価値評価してバランスシートに書き込むみたいなイメージですね、うんうんうん、あ、そうでしょうね、うんうん、で多分僕できるできないできるできないみたいな、うん、ちゃんと書くみたいな、あ、なんか傷つきそうだなそれは、そこに傷つかなくていいですよっていうのがアドラーじゃないですか。はいはい、あ、うん、そうですね、うん、そこに傷つくのがおかしいんですよみたいな。傷つくってことは逆に傷つかなくてこう優越感に浸れる状態もあるわけじゃないですか、うん、できてれば優越感に浸れる、はい、その感覚自体が間違ってますよみたいなのがアドラーですよね。まあ、そうですね、はい、要はアドラーというのは、うん、なりたいと思った自分に、うんうん、なろうとした瞬間になれるっていうのがアドラーですからね、うんうん、確かにあのこちらまたどこかで紹介しますが、うん、名越康文さんの、うん、自分を支える心の技法、これあの太壁のところでどこかで紹介と思ってるんですが、はい、やっぱりこの本の中でも、うん、いや気持ちっていうのは、はい、瞬間で変わると、うんうん、多分皆さんもその瞬間で変わるっていうのは、うん、体験してるはずです、うん、確かにその僕が痩せようって思ったのも、うん、瞬間で変わったなとか、うんうんうん、心谷陣之助の
心理学の本も、はい、これ必要ないと思ったのも一瞬だったなって、ね、それまで必要必要って思ってたけどずっと読んでたけど、うん、俺こんなに必要ないって思ったのも瞬間で買われた、うんはい、でもまあこれどこかで自分で気づくしかないんでしょうね。なんか、まあ、人から言われて変わるもんでもないですもんね。あ、うん、自分で変わろうとした瞬間です、うんはい、で逆にこう人から言われると反発生むじゃないですかが強いですね、うんはい、それ間違ってるよねって逆に言われたとしたら正しいって言いたくなるしそうそう、はい、俺は正しいってなるし、うん、余計に握りますよね、はいはい、ただこの俺は正しいっていうこの意見は、うん、テイカーの意見です、うんうん、ギバーは、うん、意見すら、うん、なんか柔軟みたいですね、うんうんうん、受け入れられる人が、うん、ギバーのようです、うん、これはねなかなか道が遠い、はいはい、でもそこも変われるって話です瞬間あ瞬間で変われるって話ですね。そうなんですよね、うん、フラットの良いグッドの良い、まあ、どっちかが、うん、そう分かんない、うんうん、そうなんですよね。だからいいって言われると僕はいいって言われると、うん、体調がいいっていうのって多分フラットの時が多いんですね、うん、おそらく、はい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 、いやいいとも悪いとも言ってない、うんうん、そのままでいい、あ、そのままでいい、うんうん、ただ僕の中のいいっていうのは、うん、グッドになっちゃうので、うんうん、お前がグッドって言うと、うん、バッドが出てきちゃうじゃないかよが出てくるんですよ、うんうんうん、そしたら僕そんなこと言ってないですよって言われるんですよ、うんうん、そうなんですよ僕がいいって言ったのは、うん、この現象をいいと言っただけで、うんうん、こっちが悪いとは言ってない、うんうんうん、なんか結構フラットなんですね、うん、そう、こっちもこっちもいいがあり得るんですよ、はい、と日本語って難しいですねっていうのは、はい、さっきそれが言いたかったです。こっちをいいって言ったらこっちがバッとなるわけじゃないみたいな、はいはい